ばんは、深夜の、大人スーパー大人クラブの時間でございます。本日もですね、見つけてまいりました。アナン、はい、こちらはですね、いつもなこれ2015年2月25日号でございます。はい、表紙はですね、こちら桐谷美玲さんですね。はい、美人さんですね。はい、しかし俺も好きだよね、こういう女性ファッション誌。はい、はい、タイトル「行けば行くほど好きになる週末京都」。もう JR といえばね、ね、CM が素敵で、素敵ですけど、あ、なんかこう、こんな感じのマルゲリータ、はい、食べたいな、たまにはな。はい、結構こういう感じの、パンツルックのファッションが紹介されております。これもう 春号なんで、こういう感じなんですね。はい、好きだな俺こういう感じ。ちょっとテロンとしたね、パンツルック、ちょっとオンワード柏山みたいなね、好きでございます。でこちらがですね、桐谷さんが、今日京都をこう散策するというね、内容でございますが、ちょっとあんまりミニスカートは好きじゃないんです。すみません、個人的な趣味ばっかり。あんまりミニスカートは好きじゃないんですよね。なんとなく。どちらかというと、ロングスカートか、テロンとした、パンツの方が好きでございます。はい、で、よくありがちなんですが、こうお食事のシーンでね、こういうパックみたいなね、まあ、これ撮影の都合上仕方がないと思うんですが、その作ったものを食するときによそを見てるというのはいかがなものかと思います。私はもう食べるときはですね、じっとそれを見つめてですね、作った人のその作ったときの気持ちとかまでも食するつもりで食しております。はい、ああいいですね、こんな感じのね、こんな感じのこうロングスカートでね、こうテロンとした感じの、はい、個人的な趣味ばっかりですいませんつまんないエロ要素が少なくてああいいじゃないですか、こう 女性のこういう感じのこう座り姿って素敵ですよね、こうね、はい、もう男子はこれたまんないんですよね。その昔ね、中学生の時に学校のアイドルみたいな女の子がいたんですね。で学校のアイドルなんで、誰と付き合うわけでもなく、こうなんかみんながなんとなくいいよね的な感じの子だったんですよ。で、朝の集会だったと思うんですけど、まあ私こう座ってまして、まあ、皆さん座ってたんですね。でその子がまあ座ってたんですけど、非常に残念なことでですね、パンツが丸見えでして、ね、学校のアイドルたるものパンツが見えちゃまずいだろうと思ってですね、かといってパンツ見えてるよとも言えないんでね、ちょっとそっと目をそらしました。はい、そういうところでね、ガン見しちゃうぐらいのこうガツガツした、男子だともうちょっと違う人生だったかもしれないですけど、美味しそうじゃないですか、このホットケーキ食べたい、ホットケーキ食べてないな最近な。ホットケーキ、京都の絶品朝ごはんでホットケーキ、ちょっと違う気がするまあいいのかな。ランチなら5000円台で素敵な懐石体験ができます。ランチで5000円、アナン読んでる人たちってそんなにお金持ってるんですか。5000円、ちょっとな、桁が違うな。
僕なんかもうあれですかね、800円台のコーヒーとベーグルがもう一番のご馳走ですからね。まあそんな中、京都好き有名人9年に来ました。私が愛してやまないお店はここ。それぞれの方がね、京都の魅力について語ってますけど、どれもこれも京都らしくなくてですねどうなのと思いますけど、これもまあ個人の主観なんでよろしいんじゃないでしょうか。あ、これいいですね、見やすい地図あります。京都よろず便利町、アガンさんってこういうとこがいいですよね。こうちょっとこうふざけてるとこもあるんですけど、すごく実用的なところ、すごくこう碁盤の目のようにこう区切られてますね。京都という町はすごくまあ先進的な町づくりがされているわけでございます。あ、結構詳しく載ってるな。圧倒的に便利なバスをうまく活用すべき。京都って結構一元さんお断りみたいなね、お店多いんですよね。某有名女優さんがですね、京都の撮影場で仕事が終わった後、料理屋に入ろうと思ったら断られたという逸話がございました。芸人はね、そういったところには入ってはいけないと。今回のスーパーアトノクラブ楽しんでいただけたでしょうか。はい、男子なんですが、なぜか、婦人ファッション誌が好きな私の、本棚から選んでまいりました。アンガン、いつだっけ、忘れちゃった、分かんなくなっちゃった、はい、これ春号ですね。なんか好きなんですよ、アンとかノンノとかオリーブとか結構ね、女性のファッションからインスパイアされることが多くてですね、あ、なるほどね、こういう色使いが来年流行るんだなとかね、あ、これからこういう感じでいくんだなみたいなね、そういうのを、確認するのに、最適だと思います。美しいじゃないですか、ちょっとなんと小豆色っぽいね、とてもいい色が出てますよね。アン、今回ご紹介したのはスーパードラクラブでご紹介したのはアガンでした。表紙は桐谷美玲さんでした、まあ、美人さんですね。ちなみにあまり私の、エロゾーンには入ってきません。美人のお姉さんだなっていう感じです。それでは、11月30日29日かドラクラブです。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。